どうもお疲れ様です速の久保ですすのございます2024年の6月あたりに国民の所得から取られているその税金ですよねこちらの方がね減税の対象になるってことで岸田総理が言われていたんですけどもあれから情報が全く出てないなぁと思っていたんですが5月末までにねこの手続きってのがなされなければあーこの国民全員の給付ってのがなくなるそうなんですよ。 これね、たった今まで私も放置していたんですけどもちょっとひょんなところからねその情報を知ることになっていろいろとこう調べてみたら5月末までに手続きをしなければこの国民一律給付10万円場合によっては20万円っていうものなんですけどもねこれが受けれないってことになるんですよここれね、ほととんんどの国民に関係することなんでするなでよ。じゃあほとんどの国民に関係することのうちこの人は関係ないですよってのは誰かっていうとね 年収が2000万円以上の方は何の支給もないらしいです。だから金持ちは勘弁してねと。その代わり年収が1000万だろうと1500万だろうと2000万円以下の人は全員対象になりますよってことでした。もちろん住民税非課税世帯の方もそうですし、これ対象になりますしね。年金暮らしの方も対象です。その他ですね。こ生活保護の方が対象かどうか、これね、ケースワーカーさんに直接聞いた方がいいと思いますけども、 サラリーマンの方、給料所得がもらわれている方とかパートさんもアルバイトさんんももこれも対象なんで,すよですんで場合によったらね一つの家庭で共働きだったら20万円とかになるのかなと思いますしこれね二人合わせて20万っていうんじゃなくて、まあ、場合によってはね一人で20万っていうこともありえるんですよ。 この辺ねあのほとんど情報出てませんけども予算が2兆円を超えるものが組まれているんでこれほっといたらねあの予算外に漏れちゃうことがあります多分広報があんまりしっかりしてないのもうん多分これ取りこぼす人を期待してるんじゃないかなとかと思っちゃうんですよねでねポイントはですね給与所得者ですよサラリーマンでお勤めになってる方とかその他ね、あねお給料もらってる方ね これまあ私も含めてなんですけども毎月毎月給料をもらっている方っていうのはまたどんな手続きするのかなって不安になるかと思いますえっと私の得た情報だとこういった一番ボリュームのある方っていうのは手続きの必要なしで勝手に転引きされる税金が今回、えー、それぞれね4万円手当てされるそうなんで何もする必要がないってことなんですよで点引きされる金額が4万円控除されるってことなんで 普段ね、税金を、例えば10万円払ってる方は、6万円転引きされるって形で、4万円が控除されるって形らしいですね。それからね、何か手続きの必要がある方っていうのは、手続きしてくださいよっていうふうな書面が届くらしいんですよ。例えば、住民税非課税世帯の方ね。その方にはなんか書面が届いて、そこに記入して、ポストにインすれば OK ということで、これを5月末までにやってくださいねってことらしいですね。はい。で、 もう大体分かったと思いますけども、もっともっと詳しく知りたい方は、20分ぐらいの動画が参考になりましたので、こちらの方をね、えー、動画概要欄に付けておきますんで、えー、必ずご覧になってください。今ゴールデンウィーク中ですんで、えー、手続きが5月末までですから、まだまだ間に合うと思いますんでね、えー、今日ご確認いただいたら、今週中には全ての手続きをね、必要な方は終わらせて、で何もする必要がない方は、周りの人に教えてあげてください。 <laughs> あの岸田総理の、ね、減税ってどうなったのみたいなね、うん、これね、やっぱりね、あんんまりインパクトがないんですよね、うん、でしかも、減税しますよとか言って、その時期が、うん、だいぶ遅いですからね、忘れた頃にやってくるみたいな感じなんで、これね、6月に支給ということだったんですけども、5月末に手続き、期限っていうのは、まあ、確かにね、と、私も今までね、忘れていた感じなんですけども。 まあ全ての国民に関係がありますんで年収2000万以上の人はそんな多くないと思いますからだからご覧いただければと思いますそれじゃあ手続きしてもらえる人はもらってくださいね、はい、1人当たり10万円給付金というタイトル付けさせていただきましたけども多くの方は4万円の税金天引きが控除されるってことですからね4万円がまあ一番多いのかなと思いますいってらっしゃい